てよし。もしもし、綾部だ。今お前の後ろにいるよ。勝手に人んち上がり込みやがって。それが松金組強盗事件の捜査資料。捜査資料だ。寝ぼけやがって。ヤクザが泥棒に入られたっつって110番するかよ。え、サツが大勢事務所に来ちまうんだぞ。松金組の件は事件にはなってねえ。この資料は全部俺の独自情報だ。金は揃えてあるな。情報料10万だったよな。毎度。わかりやすいな、これ。本物の捜査資料みたいだ。刑事がどれくらい書類作ってると思う？星追ってる時間より書類作ってる時間の方がずっと長いんだよ。得意な顔しちゃって。まずこれが松金組事務所の間取りだ。1年前強盗に入られた当時のものだが、まあ今と変わってないだろう。多分な。強盗はまず事務所に入る組員に紛れて監視カメラをかわした。でその死角で組員の頭を拳銃で殴って気絶させる。その時事務所は留守を預かる海藤が一人きり。午後3時、松金組の事務所が一番手薄な時間だ。そして強盗は油断しきってた海藤に銃を突きつけ金庫を上げさせた。強盗は一人だろ。なのにあの海藤さんがあっさり。強盗は海藤に銃を突きつけた後、天井を一発撃ち抜いてみせた。銃は本物となれば誰だって動けるもんじゃない。で脅されるまま金庫を開けた後は海藤も頭を殴られて気を失った。ここまでが事件のあらましだ。話聞いてると強盗の手際が良すぎるよ。ああ腕がいいのもあるが、それだけじゃないな。金庫の場所や事務所が手薄な時間、内部情報に詳しくなきゃここまでスマートにはやれん。組の中に賊を手引きした内通者がいたはずだ。それはそれとして、なんか海藤さんが不自然だな。あの人ならもっと抵抗しそうなもんだけど。さすがだな。ん？さて今までの話は所詮前振りだ。こっからが10万の価値がある情報でね。さっき俺は事務所に海藤は一人だと言ったな。だが実際にはもう一人松金の組員がいた。え？東だよ。強盗が金を奪っているまさにその時、あいつもあの場にいたんだ。なんだてめえ。金庫を開けろ。逆らえば撃ち殺す。面白え。やるなら一発で殺せよ。でないとお前が死ぬぜ。
フロアの隅で組長の靴を磨かされていたらしい。それで異変に気づいた時にはもう出るに出られなかった。分かった、やめろ。やめるんだ。金ならくれてやる。東はそこで強盗の顔つきや体つき、特徴を記憶に焼き付けてた。結果として誰も死なずに済んだし、それがベストの行動だったが、兄貴分を見捨ててむざむざ1億渡したとも言える。ヤクザとしちゃ指詰めもんだ。だから海藤は東もあの場にいたことを誰にも言わずにいてやった。そして消えた1億の責任は自分一人で全部かぶった。これでやっと腑に落ちたよ。なるほどね。海藤さんらしいだろ。でもその後は1億は東が犯人から回収したって聞いてる。何があったんだ。犯人の素顔を見てた東は一人でそいつを追い始めた。金を取り戻せば海藤の波紋も取り消せるんじゃねえかってな。それで警察のデータベースから犯人の顔を探そうとした。なるほど。じゃあ東はそこであんたに頼ったんだな。わかるか。でなきゃあんたがこの事件を知ってるはずがない。警察には通報されてないんだろう。そういうことだ。で東は警察の前科者リストから星を見つけ出した。そいつは神室町のホームレスになっていて赤花と呼ばれてた。今そっちの端末に写真を送った。赤花がホームレスになる前の顔だ。そんな言うほど鼻赤いか。俺に言われても知らねえよ。まあとにかくその後東は1億を組に戻したってことらしい。じゃあつまり赤鼻を見つけて金を回収したわけだ。でも海藤さんの復帰は叶わなかった。代わりに東は組の中でそこそこの出世はしたよ。頭の覚えがめでたくなったってわけだ。赤花はどうなった。東から何も聞いてない。まあ俺も別に聞きたかないね。まさか東が赤花を始末した。さあな。でもどうだ、10万払った価値はあったろう。1年前、赤花の名前を掴んだ東は多分町中のホームレスに聞き込んだはずだ。俺も同じようにやれば会えるかな、赤花に。ちょっといいかな。兄ちゃん何？人を探してまして。赤花って人なんですけど。赤花？ちょっとわからないな。そうですか。けど仲間に聞けばわかるかもしれないよ。本当ですか？まあちょっと時間はかかると思うが。構いません、お願いします。いいよ、その代わりと言っちゃなんだが、兄ちゃん
ちょっとこのプレイパスで遊んできてくれねえか。これは？最近カムロ町振興会が新しく始めた遊びでさ、 VR スゴロク第9ってのがあるんだ。 VR スゴロク？体感型アトラクションっていうのか、実際に自分で動き回ってやる人間スゴロクらしい。で、そのプレイパスがあると劇場前広場裏のゲーム会場でプレイさせてもらえるんだ。へえ、そんなのあるんだね。見事クリアすると景品だなんだが手に入るらしいんだが、ほらこの通り足が悪くてね、プレイできないのよ。動き回るとかだと、確かに大変そうですね。仲間たちも挑戦してるみてえだが、なかなかクリアできないらしくてな。兄ちゃんなら若いし期待できそうだからさ、俺の代わりに景品もらってきてくれよ。どうだい？面白そうだね。わかった、すぐにクリアしてくるからここで待ってて。おお、それじゃあその間に俺も仲間に知ってるやつがいないか聞いてみるわ。よし、ゲームスタートだ。よっと、最高だ。ありがとうございました。兄ちゃんどうだった？ VR スゴロク、クリアして景品もらえたかい？いや、悪いな。なんだ、ダメだったのか。まあいいよ、足使わせちまって悪かったな。ところでよ、兄ちゃんが探してた赤鼻ってホームレスの件、知り合いに聞いてみたんだ。残念ながら赤鼻の居所はわからなかった。ただホームレスを探すならいいとこがあるらしい。ん？そう言ってる人がいてね。ああ、ちょうどいいや、その人が来た。なあ、誰かホームレスを探し回ってる人ってあんたか？もう見つかった？いや、まだだけど。なら、カムロ町の児童公園に行ってみるといい。ボランティアの炊き出しやってるから、この辺のホームレスならみんな集まるはずだよ。そっか、ありがとう。いいんだよ別に。じゃあ。カイトだ。ターボ、今どこだ？これから児童公園の炊き出しに行くとこだよ。そこで例の強盗と会えるかもしれない。お前今もカムロ町にいると思うのか？組の事務所を襲ったやつがよ。本人はいなくても何か情報があればと思ってね。綾部の話じゃ、松金組を襲った強盗は赤花っていうホームレスだった。赤花？ホームレスが犯人なのか？みたいだな。ただ東が金を回収した後、赤花は生きてるかどうかもわからない。そうか、わかった。俺も行く。児童公園だな。
いや、悪かったね。炊き出し、ここじゃやってなかったよ。勘違いしてた。俺に何か用か？ああ。赤花に頼まれてな！思ったよりみんな年食ってんな。なんで俺を襲った？あんたが何者か知りたかったんだよ。なんで今になって赤花を調べ回ってるのかって。あんたら赤花を知ってるんだな。あいつは生きてんのか？いや、死んだよ、とっくの昔だ。なんで死んだ？1年くらい前、赤花が下水に沈んでたのを見た奴がいる。銃で撃たれた跡があったって。銃？その死体、警察には？いや、届けてないんだな。俺らは警察が好きじゃないし、向こうもドブで死んだホームレスの事件なんて面倒なだけだ。死体だってもうどっかに流されちまったよ。それでも俺らは赤花に何があったか突き止めてやりたかった。せめてもの供養にな。そっか。誰が何であいつをやったかは今もわからねえ。ただその頃、東条会のヤクザが一人あいつを探し回ってた。東か。そのヤクザが赤花を殺したのか？わからねえ。俺らがヤクザ相手に嗅ぎ回れるわけねえだろう。だからあんたからなら何か聞けるかと思ってよ。それでさっきは。あいにくだったな。そいつは下手なヤクザよりタチが悪いんだ。ガキン頃から喧嘩の場数だけは踏んでてよ。それもカムロ潮流でだ。遅かったな、カイトさん。1年前に赤花を探し回ってたってヤクザ、こいつか？ああ、こいつだ、間違いないよ。1年前、東は強盗犯だった赤花から1億を回収して組に戻している。その頃下水道には赤花の射殺体が上がっていた。となると犯人は誰だと思う？俺にはどうしてもあの東が人を殺せたとは思えねえ。銃だって下っ端のあいつがどっから調達した？銃くらいどうにでもなる。ここはカムロ町なんだぞ。東に話を聞きに行く。あんたも行くだろ、海藤さん。あんたは東に何があったか知りたかったんだよな。ああ、分かってる。東はシャルルにいるはずだ。